葵区高野町呉服町交差点のビル5階にある辛いラーメンが名物のダイニングバー、アネタンさん。清水に本店があり、高野町の店舗は2019年12月にオープンした2号店です。週末のみの営業でしたが、2022年12月6日より平日ランチ営業を開始しました。名物の辛麺に辛味を追加可能な唐揚げ定食、平日ランチ開始に合わせて新登場したチャーハンも辛いジロチョウバージョンがあります。辛麺は辛味なしを含めた8段階の辛さ。おつまみメニューも大きな唐揚げや肉料理、お酒が進む一品揃い。ジロチョウの名がついた品はどれも辛うまメニューですね。こちらが名物の辛麺、今回は大辛にしました。とろみのある唐辛子たっぷりなスープに溶き卵を回し入れたシンプルな内容。お肉や出汁の旨味をしっかり感じる塩ベースのスープ。表面はとろっとしていますが、中はさらっと。ガツンとくる唐辛子の辛さの後からたっぷりな溶き卵の自然な甘みでマイルドに仕上がっています。麺はかなり太めでもちもち食感。こちらも噛むと小麦の香り、甘みをしっかり感じます。そこにたっぷり入ったそぼろ肉も噛んでコクを感じる辛みとの絶妙なバランスな一品でした。新登場のジロチョウチャーハンは卵、ネギ、チャーシューのみのシンプルな具材ですが、特製スパイスで辛そうな色合いに卵スープがついています。パラパラすぎずしっとりでもないバランスの良い食感。しっかり火を吹く辛さですが、辛麺と同様に卵やチャーシューの甘みでマイルドにまとまります。スプーンが止まらない美味しさでした。街を見下ろすおしゃれなダイニングで冬にぴったりのスパイシー辛麺とチャーハン、ぜひお試しください。